さ、淡路島へね着きました。岩屋のね港に到着しましたよ。多いんですかね。あ、ここもいいですね。綺麗な砂浜。原付2種はね、明石海峡橋は渡れないので、こうしてねフェリーでね、まあ結んでくれるっていうのはありがたいですよね。昨今ねフェリーがだいぶやっぱり経営状況ね悪いのか、路線がなくなっていくところが多いんでね、そんな中ね頑張ってね運行してもらえるとありがたいですよね。淡路島はね毎年のように来てはいるんですけど、まあ、大抵あの車で来るんでね、特にこんな原付き2種で来るのがね初めてです。お腹が空いたよな昼。さっきねあそこでなんか岩屋のね建物で食べようかなと思ってね、レストラン見に行ったらすごい長蛇の列でね、とてもじゃないけどあんな並んではいられないんでやめちゃいました。天気もいいし海風がね心地いいです。
ミリカってやってんの。あ、定休日だって。定休日、定休日。ちょっと SL がね廃墟にあるかなと思って見に行ったらもう置いてなかったですね。撤去されたんですかね。朽ち果てるわけないですもんね、あんなでかいのがね。T51 がね置いてあったらしいんですけど、ちょっとね見当たりませんでした。残念。次はね、以前ね、もう今ちょっと潰れてしまったんですけど、ナフ社っていうねところがありまして、まあ、そこはね大変面白いカフェなんですけど、カフェだったんですけど、2階がカフェで1階はそのなんていうんですかね、あの作家さんのね工房アトリエみたいになってまして、でそこの工房がね大変面白い作りでね、まああのいろいろ作ったものが置いてあったり、以前にねちょっと撮影させてもらったこともあったんですけど、そこのねご主人がもう亡くなられてしまって、それで手放されたみたいです。残念ですよね。でね、その手放した後、まあ、人の手に渡ってると思うんですけど、そこのね建物とかがどういう風に使われているのかなっていうのがちょっとね気になってましたんで、ちょっとね覗いてみたいなと思います。またもしね何かそういう飲食店とか営業されてるんならね、利用してもいいですし、わあすごいおしゃれな家だな。すごいね、真下
水の色がめちゃくちゃ綺麗ですね。あ、うどん屋さんがある。うどん屋さん入るかな。きつねうどん営業中だよ。うどん屋入ろう。ちょっとお腹すいたよ。きつねうどんね、すごいお揚げでね、美味しかったですよ。名物、さすが名物だけありますね。日本最大級って書いてましたね。本当かどうかわかんないですけど、まあでもでかかったですね。厚みもあってね、お揚げのね、結構ジューシーなお揚げでした。さあもうちょっとでね、ナフシャさん、旧ナフシャさん、もうちょっとのはずなんですけどね。細い路地を入っていくんですよね。これかな。もう一個向こうか。あ、ありました、ありました、ありましたね。観光法、うん、今何になったんだろう。
やっぱりね、なんかカフェとかは営業してなくて、ちょっとお庭にあったねオブジェもだいぶ壊れかかってましたね。残念ですけど、もったいないですね。発明工房、あそこに行って思い出しました。発明工房、その工房のねご主人がね、いつだったかね、本に載ったんですよって言ってね、喜んでましたよね。まあまあ、でもね、そんなご主人もね、海がね近いですね。その香りが、なんかすごい道込んでる、反対車線ね、えらい渋滞してるよ。神戸ナンバーとか多いね、やっぱね、みんな地元の人なのかな。本当はね、どっか一泊でもねしたかったんですけど、なんか全然宿空いてないんですよね。あ、いよいよ洲本入ってきましたね。洲本市へ。降りてはいけないな、これ。